4回は両チーム無得点に終わり、迎えた5回、学校市川は3番新井。大きいぞ大きいぞ、バックするバックするバックする、見上げた、入りました、ホームラン、大会第10号のホームランが飛び出しました。里山携帯一発を浴びました。勉強もクラブも一緒という小林西内の初戦の相手は学法石川。2対2の同点で迎えた5回、エース笹山が3番新井に打たれます。大きいぞ大きいぞ、バックするバックするバックする、見上げた、入りました、ホームラン、3対2、学法石川またリードを奪いました。